はい、ということで社長、はい、今回なんですけども、またまた福袋です。もう買ってきちゃったじゃないんだよ。いや、前回の山田屋さんに関してはまあちょっと暴走しすぎたとで、天と地の地の方ですよ今回とか言わないの島村さん頑張ってるんだから。だけどさすがに12万円の福袋は島村さん出せないじゃないですか。出せない、確かに。まあ、今回は島村さんの福袋を社長に飾ってもらいたいなといいね、この袋のままなんだね。あ、ちゃんと入ってるじゃないですか。そうですよ、こちらのお値段3300円です。安いっすねありがたいっすね。いや、ここで経費削減しないとまずいっす。確かにな。これも、あ、これ売ってるんだ。これにも本体ナイロンって書いてある。あ、もうこのバッグの品質表示が書いてあるんだいや、面白いですよ、結構いいっすね、気になる、気になる。まあ、島村さんの闇を、まあ、昔一回暴いたじゃないですか、うん、あれがかなり伸びたんですよ社長のチャンネルの1位に島村なんですよ、今伸びてるのは150万再生そうですよ、150万再生すごいっすよね。で、まあ、今日は福袋ですね、うん、の闇を暴きたいなと。島村さんの闇があるかね。もう島村さんは大体分かってきちゃってるよ。いや、今回セレクトしたのはコートがそれ入ったんですよ。3000円なのにコートが入ってるんですよ。確かにね、すごいね。ちょっとよく分かんないですよ、そこ。これはすごいね。でもパッと見結構クオリティいいんですよ。あ、ちょっとこれまじまじ見てみますね。ということでね、はい、また開けてね、動画回しますよ。はい、どうでしょう、はい、今回なんですけども、はい、島村さんの福袋もう急遽買ってきました。もうさ、家が近いからってさ、何寄っちゃってんのよいや、たまたま並んでたんですよ1月1日に。で、それを見て並びてえなと思ったんですよ一緒に行列に並ぶ心理ってあるからね。で、並びたくなって、なんで並んでんだろうと思って行ったんですよそしたら、これに巡り合ったんです、この福袋に。なんかもう結構並んでて、はい、で、なおかつ福袋の種類がたくさんあった。そうです、すごいね。いや、田舎の島村であんな並ぶんだっていう田舎だよね。東京じゃないですよ山梨の島村っていう。そうですよね。で、サイズは S です。 S な、何サイズはあるんですか。 SML あーよ、ね、で、ML 取られてました早いね。もう速攻でこれ1個しかなかったんですよ、あと。で、これさくらちゃんってします、わかんないっていうインフルエンサーの子がモデルをしてたんですよ。あ、超人気の女性インフルエンサーです。あ、そう、若い高校生です。あ、高校生すごいね。高校生に向けてのブランドがあったっけ。いや、多分値段層的に多分そこら辺だと思うんですよ。あ、中学生高校生が真似しやすい。あ、そういうことね。で、この福袋面白いのがコーデになってるんですよ。詰め合わせじゃないっていう。あ、確かにね。これをだからさくらちゃんが着てたんですよ、モデルで。もうこうなってたんだ。で、真似しやすいなっていう。うまいね。もう、福袋もさ、もう中身が全部わかるってことだね。はい。で、お年玉の1枚を握りしめて、3300円を買いに行くと。確かにな。さくらちゃんになりたくて行くんだもんね。そうです。はぁ、さくらちゃん。貢献してるんだね、そこでね。じゃ、僕からも言えるのだよ。言えることは、だってここから見える世界しかないだろ。服から見える世界しかないだろね。さくらちゃんはうんかんぬんじゃないんだよ、僕は。そうですよ。で、うん、まあ一番これ知りたいのは、この服たちに3300円の価値があるのかと。あ、いうところですよ。まあ、パッと見はあるようにしか見えないですよ。確かにね。効果入ってる。もうグッチじゃないですよ。グッチじゃない。そのさ、ブランドっていうのは謎の価値があったじゃん。もう、コーチンとか、うんぬんかんぬんを、プラスして余りあるほどの謎の価値。島村、それを見せてない。ですけど、まあ、パッと見だから、デザインとか仕様が凝ってるように見えるんですよ。うん。これ3300円、むしろ、これでいいのかとなっちゃったんですよ、僕なら。いや、そこを今回、社長から聞きたいです。わかりました。ご説明させていただきましょう。まずもう、右側にはこのコート。で、これだって、重量ですよね。うん、重量です。あ、勉強したね。重量って言い方ね。僕たちは重量って言うんですよ。このコート、まず裏地付きのコートなんです。もうこのコートだけ、ダブルのこのコートだけで日本で作れば、工賃だけでも5000円。まあ、ちっちゃいとはいえですよ、行くんですね。やっぱこれは小ロットでもそのぐらいはします。まあ大きいロットでも、まあ大体依頼されて安いところでも4000円以上。もうこれだけで日本で作ればもうペイできてますじゃあ品質はどうなんだと。日本で作るのとそんなに変わらないと思います。え、そうなんですか。うん、だから島村って品質そんないいイメージじゃないですけど。うん、のもあった。特に島村さんで女性もののブラウス系はね、やっぱデザインがたくさんあるんだけど、そのあたりは品質が落ちるのもあった。でもコート、これさっき見たけど、このぐらいのもの、このぐらいって言うじゃん、このぐらいって言ったんだけどそんなにすごい難しいものじゃないんだ、はい、コートだけど仕様はね、これだったら
日本で作っても遜色ない。正直言っちゃうと。綺麗ですもんね。綺麗。あの、この丸み。丸みも綺麗に出てる。これ多分、あえて丸みしたんだと思うんだよ。これ角だとうまく出ないから。逆に、厚みがあって。あえて丸みにしてるなと思って。このあたりもいいねと。で、ステッチも綺麗に入っているし、ミスるところがないんだよね。ノーミスでいってる。普通だって、H&M みたいなとか、こういう裏地にだれるじゃないですか。そう、だれるね。で、これ、だれるからゆえにセンターベンツを使ってない。ああ、そこをうまくやってるんですね。ここ切り込みになるとだれること多いんだよね。でもそれを使ってない。もうストレート。これはもう、日本で作っても、このぐらい値段になるし、仕様もこのぐらいになると思う。でもこの値段で出すと、まあ、だれる可能性があるから、むしろこうしたっていう。あ、そう、仕様もね、比較的簡素な仕様になったんです。あと、まあ、ボタンとかね、この辺は面倒だし、そうそうそう、何個もつくからね、ダブルはね、こっちもつけなきゃいけないし、で、こう裏もつけなきゃいけないし。ここら辺手間かかりそうですもんね。そうなんだ。もうこれだけで元取ってもうね、もう桜ちゃんの顔の辛い容姿はないです。やっぱモデルさんがそれ着てるんだから、絶対的に損させたくないですよ。島村さん的には。だからもう、それはね、間違いなく買ってよし、福袋だと思いますよ。はい、中身を見えてるんだからね。福袋というよりは、セットコーデの安売りだよね、これ。もうこのあたり勉強になるなと思いますよ、僕も。でもこれ値段書いてないんですよ。一着一着の。あ、書いてないね。だからそこが面白いんですよ。普通のとこの詰め合わせだったら、値段をあえて入れて、いい風に見せるっていうのがある。いや、おさくん、これは福袋用の商品なんだよ。絶対そうですよね。そう。僕もそう思いました。うん。福袋用にこれちょっと安くやってくださいよ、のやつ。もうこれすごい僕見てきた業界で。福袋用にやるんで、ちょっとこれ、ほんといつもだったら1500円で作ってもらうんですけど、800円でお願いできますかと。でも数たくさん用意するんでお願いしますと。いうようなやつ。もうこの業界こういうことはありますからね。桜ちゃん着るんでマジお願いしますと。いうやつ。なんか街中でこのコーデ続出しそうっすかね。バッチリね、全身でね。それはあるかもしれないね。この前のワークマン現象です。ワークマンでもそうですよね。これでもうね、コンプリートされてます。値段3300円もの取ってます。で、次このトレーナーですよね。トレーナーね、質がいいかって言ったらね、これ厳しいもんあるよ。でも糸くじ出てもおかしくないですよ。でも綺麗ですよ。ただその、すごいいい生地使ってるから、これがね、生地がね、やっぱ島村さんの生地というか、ちょっと待って、値段相応の生地だった。これはよく触るやつです。西松屋さんのに似てる。まあ、これと抱き合わせだったらよく見えるやつ。このコートでもう完成されてるから、この福袋は。そうです。これでもしまいです。このね、ちょっとアメカジ的なね、ノリ。これでちょっと、この中に文字を入れることによって引き立たせるというコーデですよね、これ。そう、ね。コーデの中のワンポイントですね。差しですよ。差し色としてこれが必要だと。コーディネーターの人も大変だね、これね。で、これに合わせるのが、やっぱ締まるようなスカート。黒で締めてきた。黒と黒で挟んで。そしてここでワンポイント。いいコーデですね、これね。で、これにはこの靴下、この色と合わせてきたんだ。靴下までついてる。これと合わせるためにこれ。で、黒を引き出せないんだったら、この黒い靴下にしてください。あ、2つですね。2つ入ってた。これで、まあ、大体。これで1000円の価値ありますよ。靴下で。まあ、これ300円、300円ぐらいかな。売り値で。まあ、原価だとね、本当に100円とかそういうところだと思うんだけど。あと、このスカートなんだけど、はい、めちゃくちゃ簡単な仕様ですね。これ僕らって1時間で2本出ちゃいます。2本以上いっちゃうかな。だからこのあたり、ここで時間をかなり使うから、ここはかなりシンプル。帳尻合わせてきました。帳尻合わせてきた。もう、コーディネートじゃなくて、ちょっとそっち目線も入ってくると面白いですね。うん、そう。まあ、これは靴下屋さんに注文するでしょ。はい、これはまあ、自動機でこう出てくるようなもんだから、まだいいと。このあたりは簡素にするよね。もうこれとかも相当これ、縫う箇所も相当少ないし、早いよこれは、作るのは。これも早い。はい、で、これ時間かかる。次に時間かかるのこれだ。俺これだと思うんだよ。あ、そこに目つけるんですね。これだと思うの。カバンっすよ。それに入ってました。この次に時間かかるのこれだよ。それなんですか？多分これ、カバンとして使ってくださいよですよ。あ、女の子が遊び行くのに、それに入れて使うんです。そうだね。福袋用の入れ物だけど、これより時間かかるからね、これ。これパッと見たけど、ここでさ、ドローコードもこれも入れるでしょ？ポケットもつけるでしょ？いや、そうって思ってる。挟み込みで。はい。これスカートより時間かかるじゃんと思って。こっちの方が。トレーナーとかスカート、これ2枚作ってやれば、これできちゃう。同じぐらいの時間できちゃう。でも、福袋の袋に時間をかけるっていう福袋ですね、これ。そうだね。なんか面白いね。このカバンも含めて3300円ですよね。はい。できやすい。いや、これは人気な理由わかりますよ。そうだね。そんなに、並んでたんだもんね。はい。
わかるよ、これ。いや、山田屋の10万円の、あれよりこっちは価値あるなと思いました。違う。まさか。いや、ぶっちゃけそうですよ。わかります。あれは商品券だったからね、作るものほとんどなかったんだよ。印刷してるだけということだったんだけど、こっちはね、作ってらっしゃる。で、どこで作ってるか。中国です。これも中国。これ本当に簡単。塩をね、1枚の布をで、はい、折ってゴムに入れてるだけ。で、ここでスリット入れているだけ。すげえなと思いました。だからやっぱこの値段でもね、でもいいんですよね。ポリエステル 100% 中国製ですね。ここで作ってるのはね、日本織物中央卸商業組合連合会。なんか、地下帝国ですか？ここがね、かなり強い権力を握ってるんじゃないかと。多分一括お願いしてるところなんだろうね。私に任せてくださいと。私は中国の漁師さんと交渉して、やりますんでと。もしかしたらね、これ勘ぐっちゃうけど、島村さん、あなた方に、献上させていただきます。そういう流れかもしれない。そういうな、なんか昔のなんか、公家の文化かもしれない。そういうのがあるかもしれない。もしかしたらそういう関係性の中の一つ、福袋やりますからと。そうですね。一つ、よろしくお願いしますと。こういう感じがあるかもしれない。この中で本当に気になるとか、うん、まあ、一着一着の値段ってすごい気になると思うんですよ、皆さん。で、うん、社長がこれ値段つけたらいくらするのかなってのがちょっと気になるんですよ。ありがとうございます。そういうの面白いですね。いいですか？はい。まずこちら、これ島村さんで売ってましたけど、品質は悪くないんです。生地のクオリティとか、メルトンのウールっぽく見せてますけど、これ全部ポリエステルなんです。生地でガツッと下げてる。もう下げるとここしかないんだよ。むしろ縫製の工賃の方がこれ上回ってるから。でも中国のもう本当に工賃のお安いところで、人件費の安いところで仕立てている以外ないもん、これ。何百円でやってくれというレベルじゃなくて3300円元取れないもんね。だからこれなんかもしかしたら何十円かもしれないです。じゃないと、だって島村さんの利益出ないから。で、これも。これはね、結構安くいけると思う。これとこれはもうかなり安くいけると思う。僕が予想するには、うん、その2つで1000円くらいかなと思うんですよ。島村さんの売り値が出す売り値で。あ、言ってる言ってる言ってる。それは言ってるね。島村さんはそのぐらいで売らないといけない。本来のね。でもセットにして安く。これなんかは。売り値どんぐらいだと思います？売り値で3000円ぐらい。いや、コスパいいですね。コスパいいです。もうこれだけでもう福袋元を取ってますから。もうこのあたりはね、多分島村さん売ってても1000円とか990円とか。これも990円ぐらいで出してると思うんですよ。だからこれね、作っていいからだというところ。原価ベースで。国内だとさ高くなるけど、国内でやってもね、そうだね、1000円ぐらいです。これも1000円ぐらいだと思う。本当なの？あと、売り値だよね。売り値ですのぐらいね。これも3000円ぐらい。うん、このバッグが、これが1500円ぐらい。バッグが1500円。バッグが1500円。売り値ね。いやー、でもこの福袋結構面白かったですよ。面白かったね。いろいろ詰めてやるより、うんうん、こうやってコーデで売ってくれた方が、わかりやすいです、うん。そうだね。これも面白い売り方だね。コーデで売るか。うん、確かにね、僕昔アパレルショップの店員さんやってた時に、トルソーにさ、コーデを着せるじゃん。うん、そしたらね、お客さんがこれ全部ちょうだいっていう人いたんですよ。もう面倒くさい感じになるんだよね。そうですね。その1回2回じゃない、結構あった。いや、僕とかも、もうぶっちゃけそれでいいと思ってます。あ、だユニクロさんとかで着せられてて、もうこれ全部くださいが一番楽なんですよ、考えなくて。楽だね、確かにね。で、大学生とかだと、うん、やっぱ毎日服を変えなきゃいけないと。もう、毎日同じ服ばっか着てたら、うん、まあ、ちょっと、おかしく見えると、うんうん、で、ユニクロさんとかでもうこれ一式くださいって言うらしいです、大学生の子は。わかるけどね、それ僕たちもちょっと やってみよう。コーデでちょっと販売言ってたのね。 YouTube でやるときにさ、コーデのチャンネルすごく多いんですよと。かなり多いです。おかしいです。おかしいぐらいで多いと。で、僕やるって言ったらコーデの番組なんかやらなくて闇を暴いてくれという闇というかもう現実だよね。もうだってファッションのめり込んで勝てる気がしないですよ。ファッションとしてはないからね。そうです。ものづくりの人だからね、僕ね。はい。そこを見抜いていただいてありがとうございます。ここから、もうこの服から見える、その言葉、これしか信じてません。そして、この島村さんね、はい、島村さんのコンセプト。日々の暮らしに癒しと幸せをお届けすると。日々の暮らしに癒し。これね、どういうところから癒しなんだと。なんか、島パトさんたちがそれを物語ってる感じしますけどね。というと、ふさくん。やっぱその、安いじゃないですか。うん、安い。で、お買い物行こう、うん、島村行こうさんの服で、あ、なんか気軽に行きやすいんですよ。確かに趣味感覚で多分島パトっていう言葉が多分強いと思うんです。あ、確かにね、そんな幸せとなってるよね。だから主婦さんとかは、うん、まあ、ちょっとそこでお買い物楽しみじゃないですけど、うん、いっぱい買っても怒られない服みたいな感じしますよね。それも幸せか。確かにね、もう買うことでの幸福感でプラス着ることでの幸福感。ああ、
ー、勉強になるね。この島村さん3点から感じるのはね、これ確かにクオリティベースで言ったら本当に落ちると思うんです。すごくこだわって作るっていうものをそんなに感じないんです。でもそれはそれでいいんですっていう人がたくさんいらっしゃる。で、感じるのはね、僕らはものづくりの人じゃないですか。だからよく言われるのが、これ言いづらいね、そんなのものづくりじゃねえとか、そんなの全然クオリティが低いだとか、そんなのどうでもいいって話です。商品はクオリティじゃない、もう全ては喜んでくれる人の数だと、これがサービスなんだと。そういうところ、うん、島村さんってアパレルだと日本だと2位ぐらいですよね。ファーストリテイリングの次ぐらい、低単価でむちゃむちゃ売り上げ高い、だからすごく売ってるってことです。低単価の商品をたくさんの人にお届けしてる。まあ、それは並びますよ。並ぶよね。だから本当隅々まで、日本の隅々まで島村さんの服ってあるわけですよ。ユニクロと一緒で隅々の人に幸せをお届けしてる。で、これがいわゆる一つの正義なんだと。まあ、それを批判する方も確かにいらっしゃるし、地球規模で見たらフックがそんなに溢れてていいのかというのもあるが、一つの正義としてはある。これサービスだけで見ると幸せをお届けしてる数、それが正義なんだってことなんですよ。まあそれを聞くとすごいよく聞こえますけどね。うん。ですけど、まあ現実として大量生産大量廃棄があると。そういうこと。はい、ここが難しいところだよね。だからこれバランスだよね。僕もさ、クオリティをむちゃくちゃ求めてたし、僕の場合職人だからいいものを作るぞと、いいものを作ってた。でもいいもの作っても作ってもそれは知ってもらわないと、喜んでもらう人の数が少なければそれは求められないんですよ。お、完全に求められてなかったんだよ昔の僕は。求められなかった。じゃあどうしたかって言ったら低単価で販売したんです。まあ、そうするとやっぱ手取りやすくなる。そしたら喜ばれるようになった。さあそこからなんです。そこをずっと行くのか、そこをずっと行ったのは島村さんかもしれない。大量に売ればそれでいいっていうのかもしれない。で、斜め上に行ってましたらちょっとどうする。うん、僕ら島村さんみたいに大量に作れないってことはもう早くから分かってたから、そういうネットワーク、多分島村さんは中国の大量に作れる工場さんを使ったり、ミャンマーとかバングラデシュとかいろんなところ使ってるから、それはできるよね。でもうちもここで作るって決めてるから、そんなに作れない、うん、ってなったらもう値段を上げていくしかないけど、そこに合わせてね。そしたら求められる数が少なくなってくるわけ。これとの今戦いやってる、何ができるかやってるのか、その上で喜ぶ数をどんだけ増やすか、ここに注目してる。ここだけに今集中してお仕事やってると。この YouTube もそうですよね。これを通してどこまで喜ぶ人が増えるか、これは対照的ですよ。こっちはもう巨大企業ですから全然勝てませんけど、どっちが正解かは分かりません、はい、ただサービスとして正解は喜んでくれる人の数、クオリティじゃない、うん、そこがね、高級ブランドもやったけどよく分かった。それより喜んでくれる人の数、そこがサービス提供者には足りない部分なんだと。そこから考える。また軸がたくさんあるよ。サービス提供者と考えるのか、環境も考えるのかとか、自分の価値観として考えるのか、この3つを組み合わせると結構ちぐはぐなんだよ。これをまとめるの結構大変だね。でもそれをまとめようとして答えが今僕たちがやってることじゃねえかなと思って、ここで作ってクオリティも担保しながら多くの人に幸せを届けるためにどうすればいいか、これを今一つの小さなブランドとしてやってるって感じなんですかね。いや、こっからね結構見えてきたよ。そういうのが服から見えるアパレルの戦い方、これから僕たち服がこんなに溢れてる世の中に、溢れてる中どうやって戦えばいいんだっていうところを体現してやってやらせてもらっています。はい、こんなところからですね、同じ同業者の方々いらっしゃればですね、僕たちこんなこと考えてますとか、こういう戦い方あるよみたいなのがあればですね、ぜひともコメントいただければと思います。内側の部分もまたこうやってご紹介していきますので、ね、ぜひともチャンネル登録していただければありがたいです。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。